中日は食い、セリーグの壁にぶつかる。去年、4勝3敗、56.0 回、防 3.54。今年、3勝8敗、76.2 回、防 3.52。ひどくて草。耐え忍ぶそれが中日や。年齢の壁だろ。そこそこやるけど前より勝てないって、あまりに予想通りの結果やな。中日の壁なんだよな。通算成績汚れていってるけど大丈夫？安定感すげえな。やっぱエースだわ。でも中日は笑えるから。バンテリンで 3.5 は神宮だと5点台相当やぞ。言うて楽天残ってたらもっと勝ち星減ってたやろ。バンド、4先発、1勝3敗、防 3.52。その他、9先発、2勝5敗、防 3.52。すごい安定感。なお阿部もパリーグの被害者になってる模様。交流戦で稼いだだけやからセリーグ限定だと結構ひどいぞ。中日ってエース誰なん？高橋宏斗、3勝6敗、防 1.95。この防御率で6敗とか草。孫戸の壁。涌井はこんなもんやぞ。移籍1年間は頑張るから栄光や。来年はもっとえげつないやろな。